速38キロ追い風参考。何度か逆流を繰り返したことで霊力のパスが緩んでいるのかもしれないね。このままじゃ空間侵が起こる危険もあるわ。私たちはずっとそうしてきたじゃない。忘れたとは言わせないわよ。我々の精霊対策の基本だよ。 AST が精霊を攻撃し凍滅しようとするなら。司令、 AST が動き出しました。トウガちゃんの霊力を感知されたようです。部隊編成は1班、先見強行偵察隊です。あっちが動くのは織り込み済みよ。出現地点の予測急いで。了解。なんで今日に限って売り切れなのよ。特売でもしていたのだろうか。ただいま戻りました。いけない。芯から10日に逆流した霊力が危険域に達している。なんですって。このままでは溢れる霊力で町も10日自身も消滅してしまうかもしれん。霊力のパスも安定したようだ。しばらくは問題ないだろう。ああ、指導から聞いてるわよ。沖縄からアルビ島に変更になったんでしょ。ずいぶん突然だったみたいだけど。とある旅行会社が観光 PR のため費用は全て持つと学校側に破格の条件を提示してきてね。ただ何か気になるの。思い過ごしかもしれないが、そのクロストラベルという旅行会社、 DM インダストリーの系列のようだね。悪い。ほら、シロ、水平線が見える。シロ、こっちだってあれだ。すごいぞ、飛行機の通路はかっこいいな。いいですか、これからみんなでアルビ島の資料館に向かいますよ。出発しますよ。シン、聞こえるかい。レネさん。ああ、ようやく通じたね。一体今どこにいるんだい。転校生です。あの女子二人がですか。でも私学校から何も。急な話でしたから連絡が間に合わなかったのでしょう。彼女らのことは私に任せてください。岡峰先生の他の生徒。ああ、さあシド、厄介なことになったね。はい。なんだその微妙にけなした感じは。無視。ベチョカグヤよりユズルの方が。何悪化させてんの。ちょっと待てって。一つ確認させてくれ。そもそもなんでお前ら決闘なんかしてんだよ。依存はありません。やはりダメか。どうかしたんですか。ああ、先ほどからフラクシナスとの通信が途絶えている。理由は不明だ。少し調べてみるよ。それより二人とも私についてきてもらえるかな。シンは見かけより難物だ。攻略法を教えよう。人間風情が我に指図する気か。貴様などの助けを借りずと。どちらか片方だけに教えてもいいのだが。予売には少し早いのではないかな。それでは作戦のおさらいをするよ。はい。君と精霊ベルセルク、つまり病姉妹は今日の自由行動中、そのプライベートビーチで過ごしてもらう。かぐやとゆずるには私の指示を受けられるように。それぞれインカムを渡してある。その通りだ。君を出れさせるのに私の指示が有効だと理解させられれば、二人の行動をこちらである程度コントロールできる。そうだ。現状の彼女たちから考えると、どちらか片方にキスをすればもう一方がどんな行動に出るか予測できないからね。フラクシナスとの通信はまだ回復していない。だが遭遇率が極端に低い病姉妹を封印する機会は、これを逃したら二度とないかもしれない。リスクは高いが頼んだよ。間もなく二人が着替えを終える。会話の混戦を避けるため、こちらの回線は一旦閉じる。水着姿を褒めるのを忘れずにね。ビーチバレーをしようと思ってね。レーネさん。トウカと折り紙が現れた以上、計画を変更せざるを得ないからね。一緒のチームで君とカグヤ、ユズルが戦うことによって結束を高めようという作戦だ。グレゴール、ジャクソン、スペンサーはこちら。アレクサンドル、エイブラハム、アンソニーは向こうのコートだ。どれだよ。けどうまくいくんでしょうか。カグヤとユズルがおとなしく組むとは思えないし、トウカと折り紙だって。そこは安心したまえ。勝ったチームには
君の誰にも知られたくない秘密を教えと伝えておいた。嫌でも協力せざるを得ないさ。何ですかそれ。何をしているのだユズル。をするでない。アニロン、薄もろなかぐやでは間に合わないかと思う。もっと口汚く、本場ではそうやるんだ。このお互いのを知っていればいい。敗者にはそれがお似合い。よっしゃ、みんなでどうだ。そこまで臭くないわ。シン、大丈夫かい。まあなんとか、これでうまくいってるんですかね。正直まだ何とも言えないが。指導。レーネさん、これもそっちの指示ですか。いや、こちらは何も言ってない。とんでもないことになったね。今のが駆け引きでも何でもない。彼女たちの本心なのだとしたら。一体飛び位置折り紙、何をしているんだ。先生、逃げて。なるほど、少々危険ですが。ああ、目覚めたかい。先生、あの人形は。君が気を失った後、なぜか急に動かなくなってしまってね。君のおかげで助かったよ。ありがとう。それより、指導が。無理はいけない。すぐに戻ってくるさ。もう分かってないしな。それについて一つ仮説を立ててみたんだ。これを見てくれ。昨日のミクの精神状態を映したものだよ。君と会話していた時、ゼロまで落ちていた数値が AST が現れた途端急上昇し、飛び位置折り紙に触れた瞬間最高値に達した。ネット界隈の情報によると、ミクタンは凄まじい男嫌いで、このライブも女性限定だったそうです。2はわかるけど、なんで3が人気あるの。男なら演出者ですけど、個性的なしおりちゃんを演出するにはいいかと。なかなか調子がいいみたいじゃないか、シン。ああ、レーネさん。よっ、シンの。ああ、やめて。汚れた私に優しい言葉をかけないで。褒めてるのに。レーネ、ちょっとステージの上空が面倒なことになってるの。悪いけど戻ってきてくれる。わかった、私は行くが、吉野はどうする。ここに残ります。指導君たちの晴れの舞台は見逃せないからね。そうか。これは目覚め解析官。私がステージ音声をチェックしてたら、みんなが急におかしくなって。電子クリアライザー並列駆動、魔力充填開始。司令、何をしてるんですか。お姉様に逆らった愚か者をまとめて蒸発させるだけよ。そんな、副司令求めてください。やめて。死ねとかなんとか言ったみたいだけど。放っておくのかよ。それはちゃんと準備をしてから。悠長だ。今クルミがウィザードを足止めしてくれてる。通信が阻害されているわ。はい、コトリ。レーダー、通信進振動、特殊完成復活。地上観測装置情報入電。ステータス異常なし。映像入ります。ビルが吹っ飛んだおかげでやっとジャミングが解除されたわ。一体何があったの。わからねえ。俺が胸を刺されてる間にトーカの様子がおかしくなった。いや、おそらく違うだろう。封印できるかどうかも現状では何とも言えない。それ以前に今のトーカの指導に対する好感度じゃ不可能よ。This right here is my favorite thing ever in the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake not sleeping because I'm thinking about this.